150円っていうのは、まあ通過点なのは通ななか次の145円果たして入るのかどうなのかなっていうのもちょっと疑問ではありますね。介入は相場の流れを変えることはできないんだよと今回の円安局面が今後さらに続くとすると彼らが円買いの動きをする可能性っていうのはなんかあるような気がするんですよ。はじめまして前場と申します。 小川ですすよろししくお願いしまではここから、えっと、次にその介入に関しての話なんですけども日本の,あの外貨準備金についてまとめてみましたんでちょっとそちらの説明ちょっとピロシーしてもらえます,、えっとですね。ここにあるようにですね日本の外貨準備金ですよね、まあ、トータルで約190兆円ですでその中で、えー、預金が約19兆円となってますね。 でまあ、これ見るとですね190兆円分のドル売り介入可能じゃないっていうふうに見えるんですけれども私が思うのはやっぱりその現実的にはこの今回の介入に関してこの預金の19兆円分っていうのが介入資金として使える金額ではないかなというふうに考えてます。というのもですね現在その先ほどから言ってるアメリカ っていうのはインフレ抑制に必至でその自国通貨安というのはこの FR の FRB 金融政策と整合性が取れないんですよねでそういった中で準備金の中の証券というのはこれ米国債がほとんどなんですけれども米国債を売却してドルキャッシュにしてまでドル売り円買い介入をするという日本のスタンスをこのアメリカが容認するとはとても思えないんですよね。 日銀が異次元緩和を続けながらその結果起こった円安っていうのは容認できないからじゃあ介入して止めようまあちょっとこれはまさに為替操作国認定ですみたいな形になることではないかなとあの、まあ、個人的にですけど思ってます。まあ、そういったことをその日本が堂々とするっていうこともあまり考えられないかなそこまで傍若無人なことはしないだろうというふうには思ってます。 よってあくまで個人的ですけども今回の,その単独介入資金っていうのはこの預金の19兆円ではないかなこれが目安となるのではないかなというふうに考えてます。あの先週の木曜日ですよね介入したと報道で3.6兆円の介入額だっていうふうに出てましたけども結局1週間で145円近辺から140まで落ちましたが今日はもうすでに144円台まで戻ってくると。 いうような状態を見てるとですね、うん、百五十円っていうのはまあ通過点なのかなと。で先ほども言いましたように、やっぱスピードが気にしているのかなっていうのを考えれば、次の百四十五円果たして入るのかどうなのかなっていうのもちょっと疑問ではありますね。まあ確かにまあその介入に関して話をすると、まあなんか多くの方が。 まあいろいろまあ批判的なコメントを出したりまあ効果がないとかまあ,あと数回しかできないとかいろいろまあ言われてるんですけどもまあ私個人的にはですねまあこの介入まあ前回やった介入はまあそれなりにまあ良かったんじゃないのかなと効果があったんじゃないかなというふうに思ってます。確かかに145 144円、円らやって、 えー、140円も割れないで,で実際に元のレベルに戻ってきてしまうような状況なんで動いてないじゃん止められないじゃんっていう形になるのかもしれないんですけども、まあ、ただもしやらなかった場合は多分今頃まあ150円台になってるでしょうしより一層円安の問題がまあクローズアップされている話になってますから、まあ、ある程度の効果はあったのかなと。 まあポイントは介入は相場の流れを変えることはできないんだよとこの円安トレンドっていうのはまあマクロ的にもかなり強いんだよっていうことがまあ明確になってるこの現状ではまあなかなかまあ難しいなという感じはしましたね。うんでは次に大口顧客動向についてまあ相場と照らし合わせてちょっとお話しさせていただきます。 こちらに書いてあるように過去の大きな相場の時にも資金のの流れというのが相場を大ききく変えてきました円高局面の時には日本企業の海外投資買収やら資本投資やらいろいろそういう話がクローズアップされて多くの企業が海外にお金を投じたというような形になって円高を まあサポートしたような形ですね。で、アベノミクス時代には、えー、GPIF の海外投資比率のアップというのも、えー、結構話題になりましたよね。で、まあ今回今年に入ってからの円安ですけども、まあ本当かどうかはわ、えー、かりませんけど、えー、大学ファンドの海外投資があったんじゃないのとか、まあこれは実際にニュースとかで報道されてますけど、えー、個人投資家さんの外貨預金 が、かなり膨大に膨らんでいるとか、そういう話もあって、まあ、ボディーブルーのように円安をの動きを、えー、進めたのかなという感じはします。うん、で、ここからなんですけども、もまあ、起こりうる。えー、まあ、フローというのがどんなものがあるのか、ちょっとまとめてみたんで。 ピロシちょっと説明してもらいますここに書いてあるように輸入企業のドル需要ということですけれども、まあ、先ほども言いましたように日本の貿易赤字は今後さらに拡大していくだろうということが予想されますよねで先日そのある銀行の,あの為替部門の人と話したんですけれども7月の半ばから8月にかけてあのドル円が140円近辺までそれをつけれずに130円までバッと落ちた局面があったんですけれども、うん あそこでそのいつもは見られないいぐらいのやっぱりこの120円台130円台と上がってくる中でノックアウトがついてですね為替予約が消滅してしまったということで輸入企業の取り遅れっていうのはもう,もう顕著に出ているで下ではもう待っている。 というようなことから、やっぱり今後も支え下支えするドル円下支えする要因にはなると思います。あとはまあ海外勢で言えば、あのヘッジファンド JGB ショート、それのヘッジとしてドル円をロングにしています。ただこれに関しては、その140円のところ行ったところなどは、やっぱりその為替での利食いのドル売りが出てたりとしてみたいで、一方的にその相場をあの方向づけるような要因にはなってないようですね。うん でその他ここに書いてあるまあ、GPIF の海外不動産投資を加速する観測こういったことはやっぱりドル円を支えるというか、えー、下値を限定的にする要因になるのかなというふうには思いますねで逆に円買いの方なんですけれども実際輸出も出てるらしいんですよねこれ140円台で取ると結構長いところまでその取れるんでそういったあの長期的なあの長期的なっていうか小規模性 で輸出予約というのは結構入ってるんですけれどもただ先ほどから言うようにもう今やもうその貿易赤字国ですからえ昔のように輸出のドル売りがというよりも輸入のドル買いがというような国になってしまっているのでこれもやっぱりその円売り材料に比べると弱いのかなとただ今後ですねこれ最近よく話題になって株の方でもインバウンド銘柄っていうのはよく買われてるんですけれどもやっぱり外国からの,その観光客 でこれに伴う円買いっていうのは明らかにまあ増えてくると思いますんでまあ一つのドル円の頭を抑える要因にはななるかなとは思いますねまあ確かにこの海外ニュースとかで見てると海外のお客さんが「日本に来て何したいの?」って言ったら買た「買い物したい買い物したい」っていう人がかなり多いですからね。じゃないですけど まあそういうドル円の売り材料というのはまた、うん、ちょっと個人的にちょっと面白いなと思ったのはその下に書いてあるこの日本の準公的資金によるドル売りの可能性っていうところなんですけどあの円高革命の時に要所要所ですねこの公的とか準公的のまあ円売りの フローの話っていうのがマーケットにこ飛び交ってて、でそれが実際にえ相場を止めているようなことも何度かあったような気がします。までもそういうことを考えると今回の円安局面が今後さらに続くとすると、彼らが円買の動きをする可能性っていうのは。 ななんんかあるるような気がするんですよ、ね、それは政府の意向を組んでみたいな感じ、まあそこはまあ出てこないでしょうけどね詳しいことは言えないですけどもねまあただあれですよねそれあの株ではですね今トピックスが前日比午前中の段階で前日比で2%下がると日銀が ETF かっていうような形をやってますけどもこれ 2%, 2下がらなくてもですねそのレベルであったりあるいは何か例えば選挙の前で株を下げたくないっていうような時には明らかになんかえこれそういった買いじゃないのっていうような準公的な買いが入ってるんじゃないのっていうのは要はもうあの支えるための買いっていうような形のものが見受けられるんで。 まあそれが行き過ぎたドル円の上昇した時には逆にそういったドル売りっていうのは出てくる可能性っていうのは確かにあるのかもしれないなというのはなかななかかか面白いいと思いますすけれどもねねそうです、ねまあ、あとこの一番下に書いてあるこのドル需要の中でえ我々の生活に関わるえアメリカの企業の利益送金、うん、まあこれはまあ本当実際我々の生活に アメリカの製品というのがまあそこら中にありますよね携帯電話しかり SNS しかり、まあ、あらゆるところで、えーまあ、アメリカの企業の製品を使っているんですけどもそれのまあ利益の日本でおける利益の送金分としてドル需要というのがまあコンスタントに続いていく続いている状況というのはやっぱりこのドルを、まあ、ドル円を支えるまあ 大きな要因の一つになっているような気がしますよね今年の春に2人でその L&M アカデミーというスクールを立ち上げました中学生から大人までを対象にした金融教育をオンラインによって提供するというスクールです皆さんもしその金融教育に興味おありの方 L&M アカデミーで検索してみてくださいよろしくお願いいたしますお願いします まあ結局、ドル最強、円最弱という展開が遠当面続くんじゃないかなと、10円くらいの円高局面というのはあるかもしれませんが、あくまでも大きなトレンドの中の調整の一環である、強い通貨は何かよりも、弱い通貨はどれになるんだろうっていうことを考えていくといいのかなと、ドルは上目線、で黒線は若干下目線、これに関しては、賞味期限は非常に短いです、一番大事なのはトレンドです。